One, two, three, kick it. ぼくもてぼくもてぼくキャス。はい。映画でモテるための僕モテマガジン、サリとて書くだけじゃなくしゃべりだって感じならば僕モテクルーがトークで発信、 We are 僕モテレイディオボリューム272。はい、よいしょ。こんにちは、私が司会を務めますラッパーの上杉白秋です。どうぞ。俳優の亀渚です。そして俳優の小牧雄介です。どうもよろしくお願いいたします。ちょっと YouTube に移行したので、しょぼい携帯で動画撮ってみますが、初めてですね。ラジオあのね、僕もと YouTube はちょいちょい、ね、やってるじゃないですか、なんですけどね、あのこのねポッドキャストからラジオっていうので、こう声だけやるのをあえてこう映像で撮るっていうのを初。そうなの。もうどんな顔してるかね、わかんないんで。いや、あんまり意識しなくていいし、あんまり被って亀井さんが映んなくするのとかやめてね。でもね、亀井さんはちゃんと画角の確認はできるはずだからね。あ、俳優はね。そりゃそうですよ。俺はこうしてもこの隙間から顔を覗かせるっていうやつでしょ。はい、はい、そんな感じで、すいません、ちょっとね、あのアップがまた不定期で、どうしていこうかなっていうのはまだ考え中なんですけど、はい、まあ、こういうのお題はダンサー、そして私たちは踊った、そして私たちは踊った、ほう、おお、踊った、踊ったわけですか。グルジア、まあ、ジョージア、という国、を舞台にした、ジョージアに伝わる伝統的な舞踏がありまして、それのダンサーたちの物語。へえ。ちょっと異国感がありますね。そうね。もうちょっとそれはじっくり本編で語っていきますが。はい。どうですか最近。あ、私はですね、ちょっと先週まで宮崎に。おかえりなさい。おかえりなさい。そうだね。はい、1ヶ月ちょうどぐらい行ってたもんですけど。そうなんですよ。だからこのね、あの、レイディオの方もちょっと参加できなくて。そうだね。はい。イベントも参加できなくて。うん。あ、そうだそうだ。もうね、この AI 崩壊のね、イベントも。はい、動画だけ送らさせていただきましたけど、めちゃめちゃ面白かった、YouTube に上がってますけど。で、やっと帰ってきてね、はいはいはい、頑張ろうぜっていう、いうところで、コロナの影響もね、あって今、2020年3月で、はい、街が静か。ほんと人少ないね。少ないですね。映画館も、まあ、まだやってくれてますけど、人少なめですね。あの、帰ってきてすぐ、あのテリー・ギリアムのドン・キホーテ見に行ったんですよ、シネマ借りて、そしたらね、はい、今借りてはですね、なんとですね、一席空けた分、あ、売ってるんだ、そう一席空けてしかもう販売しないって。あ、そういうこと。そう、じゃあさ、ネットで買おうとすると、もう埋まってんの、一席。そうそう、あの、もう買えないんですよ、ね、でも調布もそうでした。あ、すごい埋まってると思って行ったらガラガラで、あ、そういうことだったんですね。そうそう、だから一席飛ばしで、しか近くなんないようにね、はい、販売しませんよっていうね。俺それさ、もうライブもそれでやれって毎回言ってんの。大きいライブってすぐ潰れるじゃん、半分の人、すいません、抽選で、今回キャンセルで、で半分格子状に座らせれば、まあまあまだね、いいんじゃないと思ったりするんですけど、確かに中心になるよりは、中心になるよりはね、いいかなと思ったりするんです。まあそうですよね、映画も延期が多いですし、公開延期多いですね。そうなんですよ。どうですか、もうミュージシャンなんてもう全飛びで春休み満喫中ですけどね。俳優部はどうですか。いや、だから俺もね、宮崎は舞台で見てたんですよ、で、まあ、ちょっと宮崎の舞台はタイミング的に、まあ、あとその地域的にね、エリア的に、運よくできたんですけど、まあ舞台はね、ちょっと大変ですね、今。延期中止多いですね。延期中止もそうですし、今、例えば4月とかに向けて稽古してる座組とかでね、試合いっぱいいるけど、それも、まあ、もちろん稽古してね、チケットも今、販売してますけどね、果たしてどうなるかっていうのはちょっとわからない状態で、なんか院が遅れた作品とかもちらっと聞いたりもするしね、スケジュールなかなか難しい。そうなんですよ。で、映画とかドラマで言うと、なんか例えばロケ現場が、使えないとか、の確保が難しいとかね、あとエキストラさんが、大人数のエキストラさんに呼べないとか、なるほどね、あとはでもやっぱ前ね、行ってもこう気をつけて、検診とかをしながら、もう撮影ね、するしかないから、あと現場行ったらやっぱ検温するみたいな、そう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 ね、っていうのとか、まあ、あとはね、
あの健康管理をね、そうね、皆さんちょっと気をつけながら、できることからね、そうですよ、始めていきましょうということで、じゃあ、まあ、いろんなコーナーがこのラジオあるんですけれども、実はあの毎週僕たちは、僕らのモテるための映画設定というメルマガを発行しておりましてね、毎週最でございます。このラジオは2020年になってからだいたい各週かぐらいにざっくりなってるんですけど、その間にですね、ラジオ用に読者の DDD さんという人が、はい、勝手に読者賞をいまだに毎週送ってきて、ありがとうございますので、これをちょっと発表しながら僕たちの活動もちょっと軽く振り返れればなと思いますけども、まず、262号、はい、これは2月の末ぐらいに配信した号のやつですから、ちょっと時間経ちましたが、はい、行きましょう、262号これはまあ、でもちょうどまだ2月末だけども、だんだんね、コロナの影響も出てきたみたいな時期ですけれども、262号の勝手に読者賞、ハクシルさんの屋根裏の殺人鬼フリッツ本家、結構前だね、五感を刺激してくる汚さが文字からも伝わってくる強烈な内容でした、そんな、人は自分の身近ではいないと悲願のものとして鑑賞しそうなところを自分の世界と結びつけて考察する後半の内容も見応えありました、ということです、はい、これね、誰も見てないでしょ、フリッツ本家。見てないの。汚ねえやもうすげえ。ないんですよ。いや、見れてないんですよ。あれ、監督、前作はあれだよね。何の方ですか？あれです。女は二度決断する。ああ、そう。だったはず、ちょっと調べてね。のはずですね。なんで、なんかだんだんとね、あと一番最初とかは、僕結構昔好きだったあのソウルキッチンっていう、ドイツのなんか、なんだろうな、ダイナーみたいなところを舞台にした、まあ、ちょっとコメディ色強い兄弟の群像劇みたいな、その集まる人の音楽調が、まあ、ソウルキッチンっていうぐらいだから、昔の懐かしいソウルミュージックもいっぱいかかってみたいな映画だったのに、そんなポップな監督からファティ・アキン監督ですね、と思っていたらですよ、次に有名になったのが、もう、女は二度決断する、で、フリッツ本家まで来て、女は二度決断するはメルマガでも結構あれでしたよね、井出監督も多分これで、あと林さんとかもね、この監督多分ね、30何歳で三大映画祭全部で賞をもらってるっていう、すげえ天才なんでございますけれども、すげえ、まあ、そんな映画を語りました。なるほど。で、一応これ辞典もあります。辞典は井出監督のナイブズアウト、名探偵ドリアイカの館の秘密、ミステリー好きで今作も鑑賞しているのですが、ミステリーと映画の本質的な相性の部分の考察、そして今作はどうだったのかという二段構成になるほどとなりました。ね、井出監督が映画のサスペンスと本のサスペンスの違いみたいなことをメルマガが書いてくれましたね。これも、ね、見れてないの、はい、私もでございます。あ、亀井さんは見てます、はい、どうでしたか？どうでしたか？見てるね。めちゃめちゃ豪華キャストだよね。すごいです、本当に。オリジナルですからね、なんだってね。なんか新しい監督でした。というのはなんかミステリーとアガサ・クリスティみたいなこう事件が起きて読み解いていくのはそうなんですけども、もう先にも犯人が分かってしまう。それは、コロンボ方式あ、ですかね。定時コロンボ方式、そういうことですか。結構古畑任三郎さんでした。リンドブロもね、最初に登場、もう登場したらもうこの人が犯人だっていうところから始まる感じ、はい、あからでもそのキャラクターの付け方だったりとか、その癖の回収、キャラクターを生かした癖の回収の仕方がすごい面白くて、それは新しいなって、ちょっと見たくなりますね。なるほど、はい、連続でいきましょう、はい、ボリューム363の勝手に読書賞もいただいております。ありがとうございます。いきますよ。勝手に読書賞は井出監督の1917命をかけた伝令書。あ、まだ3月の特集号はにの勝手に読書賞、そうですね、その前ですね、1917ね、これワンカットに関してもこれ監督目線でね、正確には3カットですよというところから始まるね、語ってくれましたが、映画の中でワンカットで得られるものと失われるものについて触れられているのが興味深かった。そうですね、あと音楽の使い方の点はなおさら興味深かったと、あれですよね、音楽、あの人ですね、あの人ですよ、あの人です、あのー、
高名な、高名なあの方ですよ。はい、行きますよ、ちょっと、はい、あの、ま、間繋いでて、高名な、高名な、やってあの、喋ってあのね、1917はね、はい、見ました、あの、見ましたってか、俺も多分、入江さんと同じ回に取り上げてるはずなんだよね。あー、そうか、確か、うん、あー、音楽送りました、トーマス・ニューラー先生、はい、あ、そうだ、トーマス・ニューラー先生、トーマス・ニューラーといえばね、もう、大巨匠でございますけれども、うん、最近で言うとね、僕らでいうとあれですね、うん、あのみんなが見てるような映画でいうと、まあ、ブリッジ・オブ・スパイとかね、あと007のスペクターとかその前のやつとかやってますね、はい、まあサム、ね、サム先生がサム先生案件とかですね、はい、サム・メンデス案件とかですね、あ、マリーゴールドホテルもやってますね、 あとね、まあ、ワンカットについていくとまた DDD さんのお便り続きますけど、バードマンとかね、うとやととかワンカット売りにした作品はこの数にいくつもありますが、うん、音楽の観点から見直したくなりました、うん、確かにあの映画ってカットが変わるとね、音楽も変えやすいとか変わったりするけれども、ワンカットの中で音楽がどう作用してるか、うん、そうなんですよ、うん、ちなみに俺はね、レビューの方ではね、はい、ちょっと1917の劇場に関してはちょっと語りすぎなんじゃないかって思ったっていうのを書いたんですよね、うん、あれミッドポイントのとこだっけ、いや全体的にだからあれはカット割りの代わりをしてるんだろうなってのがまあ分かる、それは非常に分かるんですけど、分かりやすすぎちゃった、うん、だからそれがね、どだからどこまで好み、好み、だからね、あの、これ見ながら思い出したのワンシーンワンカットの中で、うん、音楽によってカット割りをしている映画ってね、うん、あれがあるでしょ、あれ、ライブテープ、あー、野瀬で津崎監督、はい、千代寺の前野健太さん主演で、はい、ライブテープで、あの名作ですけれども、前野健太さんがただただ正月の元旦に神社スタート、うん、井の頭公園ステージ終わり、うん、ワンカット70分やだっけ、いや、あれだから DV テープの一本丸ごとですよね、当時の DVD のテープでね、デジタルじゃないからまだテープだった時ね、まあ、デジタルだけどテープだった時、うん、それで、で音楽録音してたのが、うん、埼玉のラッパーシリーズなどでもお世話になってる、うん、山本隆さんで、まあ、最近の音楽っていう映画もね、はい、あのやってられていて、この YouTube 違うチャンネル、はい、動画で出てますけど、うん、山本隆さんやってて、ね、うんうん、で公開時期も僕らが初めて会った SR 埼玉ラッパーの1と、うん、ほぼ同じ時期、2009年ぐらいに、そう、ライブテープはね、サントラがあって、映画の中の多分そのままの音使ってるから、あの聞くと、うん、映画なのでもだから高木さんはやっぱその辺がすごくって、うん、そのワンカットが変わらないから曲は変わっていくわけ、弾き語りしながら歩いてるから、うん、で、そうそう、途中でいろんな楽器の、街角にもう一人楽器の人と会ったりする、そう、待機してゲリラなんだよね、うん、待機しててセッションしたりするんだけど、うん、だその曲によってちょっとあの空気感とか展開を変えてるのね、すごく細かく、なるほど、うん、今こそライブテープ見返してる、いやいや、そうなんですよ、あれはもうあのほぼ1917だって思ってます、確かに日本の1917だった、いやいやいや、そうです、いや背中を追ってると思ったらグラッとなったりするから奥も楽器がいるとか、なんでやねんすげえ映画なんですよ、ほんで辞典もあります、363号辞典は、私白州のスイングキッズです、え、例によって今作のことは知らなかったのですが、サニーの監督最新作映画ね、サニー永遠の仲間たち、はい、韓国映画ね、音楽×ダンス×歴史という掛け合わせなど、それだけで見たくなるポイントばかりでした、うん、サイトで、劇場というわけではなかった僕はね、映画表として今作の構造を考察するパートも読み応えがありました、うん、岐阜県では上映がないのですが、どこかで見たいと思ってますという感じね、うん、そう、スイングキッズもね、うん、今回この後語るダンサー、私たちは思った、はい、もうちょっと近くて、うんうん、ダンスっていうのはですね、やっぱこう感情の爆発というか、はいはい、もうそのままだったりするじゃないですか、動き、っていうところはスイングキッズはね、なんかすごく良かったね、白州さん の, あのレビューを見て、あ、なるほどなって思ったようになりました、そうなんですよ、良かったです、なるほど、ほんとずっと踊ってるインド映画クラスに、よくあんだけ踊らせたな、踊らせたなぐらい踊ってる、へ、まあね、あの
種をいろいろ変えて、手を変え、品を変え、ぜひぜひ見てください。はい、お便り、すみません、お便りのちょっと読むタイミングがいろいろあるんですけど、 DDD さん、お待ちしておりますので、引き続き、メルマガの方を皆さん、こんな感じでね、いろんな新作映画を語ったりしてますので、はい、YouTube 見てる方も気になったらメルマガ登録、初月無料になりますので、ぜひ、チェックしてください。よろしくお願いします。じゃあ本編いくぜ。今週のモテムービー、今回のモテムービーはなんだ、なんだ。今回語るのはすでに言っていますが、ダンサー私たちを踊ったの、どんな映画か、実は見れてるのは今回、私、上鈴木白秋と、亀田梨沙です。この二人が見ておりますので、はいはい、どんな映画いきましょう。はい、ジョージアの国立舞踏団を舞台に、若きダンサーたちが織りなすドラマを描き、第92回アカデミー賞国際長編映画部門のスウェーデン代表に選出された作品、うん、監督は、ね、ジョージア出身のスウェーデン人、まあ、ルーツはジョージアにあってっていう人みたいね。で、国立舞踏団のダンスパートナーのマリっていう女性と共に、ちっちゃい頃から、トレーニングをしてた若きダンサーメラブという男の子を中心とした、まあ、青春映画ですね、言ってみたら。あ、質問がございます。はい、どうぞ。ジョージアっていう国はどこにあるんですか。はい、ヨーロッパの右端、東ヨーロッパ、もしくは西アジアって言われたりする。もう、ユーラシア大陸の左端、このあたり。ってことは何、もともとロシアだったりしました。あ、上、じゃあ、そうか、上の。もうロシア。じゃあ、ほぼヨーロッパとか、トルコの上の方。もうちょっと上から多分ね。うん、で、うん、ロシアのメインしてる。で、何十年か前まではロシア領だった、まあ、だし、ね、で、僕らは多分グルジアって言ってましたよね。はいはい、グルジアね。なんか2015年ぐらいからそのジョージアっていう風に変えた、まあ字は一緒だから。あ、グルジアのこと？ジョージア。グルジアは今ジョージアって。ジョージアっていわゆるコーヒーとかのジョージアね。はいはいはい、はい、スペードを多分グルジア読みするとグルジアなんでしょうね。あ、なるほどね。グルジア読みつる。だからグルジアだったら聞いたことある。なんか、ちょっとね、中東系の顔なのよ。はい、なんかね、いわゆるヨーロッパの人種よりも、うんうん、結構その中東とかね、西アジアの血が混ざった、がっちりとして眉毛の濃い男子みたいな。女性もちょっとエキゾチックな感じみたいな国で。はいはいはい、僕で言うとバスケットボール結構盛んですね。名前がいいんけど、月ティッシュビリー選手とかね、ザザパチューリアとかね、へー、ヨーロッパっぽくないじゃん名前がもとかとかレスリングがすげえ強いらしいよ。だからなんかもう毛深いマッチョの国みたいなイメージ。結構ガチガチな感じ。そう、なるほどね。そんな国にグルジア舞踏とか多分あるのよ。グルジアンダンスと言われる伝統舞踏、踊りがあるの。どんな感じなんですか。どんな感じだろうね。なんか BPM は、あ、早め、これ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 早いんだ。これ結構早くて、早めですね。ダイナミックにシンプルな動きをするの。そう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 。でこれでもないし、コンテンポラインちょっと近い。コンテンポラインに近くて、楽器はなんかこうでっかい太鼓でツッタカタン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 、結構激しくて、あとはこのアコーディオンみたいなやつの2つだけで民族音楽みたいなのを鳴らして、そこで決められた方がいくつかあってやるというダンスがあるらしくて、でそこの国立舞踏団っていうのが多分あるのね。でここは多分国にとっては名誉のところで、その練習生なの主人公。ちょっと映画の話にずるっといきます。でこれはメラブって男の子で、でそれはお父さん、今はもうダンスもやめちゃってちょっと貧乏生活をしてるんだけど、お父さんももともとそこの国立舞踏団に行って、お母さんもいたのかもね、もしかして。だから結構直系ダンス、そう、舞踏家族のメラブって主人公と、あといくつかちょっと上のお兄ちゃんも入ってて、練習生で頑張って、っていうのがベースにありまして、そうなんです。だから、だからでそのメラブはね、まあ、貧乏なんですよ、言うても。で、舞踏団のメンバーには男の子も女の子も、まあ、20人ぐらいから総勢半々ぐらいずついて、でメラブは、まあ、ここで将来こうスターになりたいとも思いつつ、まだ、練習生だからお金もないしバイトしながら、家におばあちゃんとちょっと多分お酒に溺れちゃってるお母さんがいて、お父さんはもう家から出ちゃっ てお兄ちゃんもちょっと不良っぽくて、まあ、家計を支えながらレストランでバイトしながら、ダンスの練習に朝行って夜はレストランでバイトするみたいな青年が主人公。それは何レストラン？グルジア料理？グルジアの
料理の話は多分カメラさせてくれるけど、グルジア料理、なんか餃子みたいなすっげえうまそうだ。モモみたいな。あのがわって水餃子そうねみたいなの。あのインドネシアはね、あの桃文化あるのよ。うん、やっぱそうですかね。あ、桃ってあの何？あのね、なんか包んでる肉包んで焼き揚げみたいな。揚げみたいなやつ。え、桃ってのは何料理だ？ね、いや、桃は多分ネパールなんですよ。あで、なんですけど、まあ、中国は当然あるじゃない、うん、ネパールも桃があるんだけど、うん、その間にね、こうめちゃめちゃでかいモンゴル。で、モンゴルにも桃的なやつがあるわけ。で、上に行くと、あのほら、だんだん桃的なやつがさ、ピロシロソーセージ。ちょっと今日、覚えてる。今俺なんとなく、桃がピロシキに変化してるの。そうなんですよ。こうだから塔とか、おい、映画の話トルコとかね、当然ね、おいあっちの方にもあるあるわけ、まあ、レストランさあ、ってね、そんなメラボ君は、ね、線の細いイケメン、まあ、イケメンティモシー・シャラメ君みたいな、シャラメに似てる感じの、そうそうで、演じてるのは本当にコンテンポラリーダンスをやってる人みたいな、だから、本当にすげえダンスの練習するから、シーンがあるから、みんなダンサーっぽい。映画初出演の人がいて、でこのメラブ君やった人はでもすごいスターに今なって世界的にも注目されだして、すごくね、あれですよ、中性的なイケメンとかがイケメンですな、確かに。すみませんね、今ちょっと公式サイトの写真見ながらやってますけど、で、この横にいる左の子、はい、なんだっけな、名前がね、ちょっとおっさんっぽいね、ちょっと年上で、メラブ君は多分20歳ぐらいよね、20歳ぐらいかな。でそこにイラクリっていうのがちょっと途中から入ってるんです。俺今日から入れって言われてきたんですけど、新入りでちょっと年上で、ちょっといかつくて、イラクリ君、名前がまた馴染みがないからですね。で、グルジアブートっていうのは伝統で男らしさとか力強さが必要っていう伝統なんで、ああなるほど、ガチガチガチ、ちょっとだからもうこれさ、これ聞きたかったんだけど、はい、俳優教える先生がいてね、テンションでもうすげえ怖い、またガチガチガチ、もともと多分名ダンサーだった、はいはい、でメラブが踊るわけ、うん、メラブ結構有望株なんだけど、お父さんがみんなやってたから、うん、でもなんかこうちょっとお前のダンス弱いみたいな、釘のつもりでみたいな、ガチッ釘のつもりで俳優もさ、それ演出されたらどういう気持ちなんか具体的に、ここをまっすぐとかじゃないの、もう軽い、釘じゃねえって言われるわけ、はいはいはい、どうするんですか、それは演者は。まあでも、ないことはない、そういう指示あるでしょ、かもしれないですね。どうすんの、ちょっとわかんないっす。メラブもわかんない感じずっとやってるわけ。ギカーでね、まあ、メラブ君その、まあ、ダンスで頑張ってて、後から来たイラクリ君はちょっと体もごつくて、うん、後から来たのに有望なのよ。あ、なるほど。グルジア舞踏に向いてるの、はいはい、多分、ダンスもうまいし、で、まあ、そんな2人がいて出会って、であとね、メラブ君にはこう彼女、まあそうかもねって女の子も、可愛い女の子たちもいるわけ、はいはい、でそんな男女の群像劇がまあベースでございます、これがですね、どうなっていくか、どうなっていくかいう、まあでもこれネタバレありでいくんだよね、もう YouTube はね。あ、ちなみに今の話、はい、今は現代です、現代おそらく現代、でね、メラブ君はその貧乏ながらダンス頑張って、彼女ともデートするお金もないけど、なんとか安いデートを しようとしたりとか、王道でね、そう、王道なの、でね、ダンスやってると、トップチームに欠員出ました、はいはい、男子、選考会やります、頑張んなきゃみたいな、うん、で新入りのイラクリと共にも頑張ってもらう、初めライバルなの、はいはい、ね、やべえ、自分の身が危ういかもしれないってなるじゃん、そう、なんだかそのメラブ君 の、 その、うん、マリちゃんという女の子とペアをずっと10年ぐらい続いてる幼馴染のペアなんですけども、でもそこにイラクリが来たことによって、はいはい、役外されたと、あ、ちょっとお前、ちょっとイラクリお前やってみろみたいな、ああ、なるほど、やだ、ほわーってなるじゃん、もうあの、やだ、すっごい嫌だ、あれ、まあ、お前ら経験あるだろうか、あんたらあるかもない、役取られるみたいな、そう、ほんでね、結構こう距離あるんだけど、不良のお兄ちゃんがある日朝帰りしたの、酔っ払って、そしたらイラクリも連れてきてて、なんかそんなこともありつつで、朝練とかも2人でやりだして、あ、なんか結構お前いいやつじゃんって仲良くなるわけ、2人が、なるほどね、でね、そんな2人は結局選考に選ばれるのよ、最後の5人ぐらい、はいはいはい、いや、でライバルだったけどさ、選ばれるとさ、やったー
まあまあ、その前よ、俺は、まあまあ、俺たちって言って、で、まあちょっとしたパーティーしたり、飲みやすい、公園、もうお金ないから公園で飲むのそれもいいんだけど、店と入らないよ、みんな、お金ないから、その公園とかで、ちょっと、で、そのね、あんちゃんか、アナちゃん、マリちゃん、女の旦那マリちゃん、マリちゃん、かわいいマリちゃん、マリちゃん超かわいい、マリちゃん超かわいい、マリちゃんもいてたグループ交際みたいなのしてばーってしてて、なるときマリちゃんが、こう朝方のもう遊び、夜通し遊んで公園とかで酒飲んで、オールして、朝方一個だけパン買ってみんなでこう食って、くっそうめえとか言って、超青春じゃん。みんなわわやってるときに、主人公とマリちゃんは。マリちゃんがちょっとツンツンつって、ちょっと公園行かないみたいな。マリちゃん。ちょっと公園行かないっつって。なんで、で、あの主人公もさ、ちょっと酔っ払ってからなんでなんでこうなんでこう行くの。ちょっとこうコソコソってポーチからちょっとなんか見せるの。これコンドーム見せる。マリちゃん。マリちゃん。マリちゃん。いいのこの描写で。そこででもこの主人公のメラムは、いや。まだ多分やってないの2人は。ほうほうほう。初めては大事だから公演とかでしたくないって言うの。ほら偉い。で、まあ、でもさ、ちょっと小まけだったらどうする、そういうシチュエーション。え、誘ってる、誘ってる、まあ、20代ぐらいの時の劇団で夜通し飲んで朝この金っつって、まあ、ちょっといい感じになってる子だから、それはね、あれですよ、どうする、公演はダメ、だから、まあ、俺は20代の時でしょ、なんでか知んないけど、24時間鍵が開いてた友達の家があった。そういうの、あればいいよ、あればいいよね、DGU のロゴみたいでね、だからさ、断られた女の子もちょっと恥ずかしいじゃん、それはね、男もちょっと失礼なわけ、そりゃまだ若いでしょ、そりゃそうですよ、で、そしたら、そしたら女の子がもう、すねちゃう、すねちゃったんですけど、なぜそんなことになったかなんですよ、この映画は。実はですね、イラクリ君とメラブ君はね、ちょっとゲイ、はっきり言うとゲイ的なものの感性もあるんですよ。なるほど。ここがね、この映画の描き方の面白いとこって、ああ、なるほど。そう、あの、で、これゲイ映画っていうか、なんつうか、なんかだから、まあ、セクシャル的なものが意外と入っていて、そうだね、そうそうそう、で、なるほどね。でもこう、そう思うとね、イラクリ登場してきてから目がセクシーすぎるんだよね、すっげーセクシーな、こいつ、なんか目線が、で、お互いそれはライバルとして見てたり、新入りとして見てたりしてたと思って、ってたら、それがセクシャルにひっくり返るんだけど、そういうことってさ、なくねえなって想像できるっていうかさ、スイッチが入ったら、僕らはさ、たまたま女性を好きに一応なってて、一応ね、で男女の恋愛っていうのはもうルーティンもあるしさ、分かりやすいけどさ、男子と男子の惹かれ合った時のスイッチってないじゃない、人目をはばからなきゃいけないし、またジョージアって国はそういうの厳しそうなの、なるほどね、またダンスも、その伝統的なダンスって、ゲイは超ぶっ飛ばされるっていう話すら、なるほど、なんかその男らしさ、男らしさを求めてるから、だからご法度なんですよね、そう、ご法度、お、出た、ご法度、ゲイ映画の、でね、でもある時にスイッチが入って、お互いの秘めた心が爆発して、まあまあ二人がくっつくんですよ。あら、そう、その辺のなんか描き方どうでした、その LGBT 映画好きね、好き好きですけど、どうだったその辺の。良かったんですよ。え、その辺やっぱ予兆はあるわけ？予兆は、いや意外とそんなにない、言われてみれば。多分2回目見たら多分感じるんだと思うんですけど、みんなもちろんマリちゃんっていう存在もいるし、そうそうそう、彼女だよって言って、まあ、あれ、え、彼女だなって聞かれたら、イラクリが聞くんだよ、メラブ、あいつ、お前何、マリと付き合ってるのって言ったら、まあ、そんな感じかなっていう答えをしてて、わけえなって思ったのが、でも意外とその仲良くなってから、まあ、その一気に距離が縮まったきっかけっていうのも、夜だったりとか、飲んでたりとか、また明け方、二人っきりになったりとか、やっぱりきっかけが重なって重なって重なって、あっ、お互いこう行っちゃう瞬間だ。なるほどね。なんかこれすごい、そんで、
だから、なんていうか、うんうん、まあ、たまたまゲイっていう、一応その、センセーショナルな展開があるけど、うんうん、すげえ恋愛の映画なのよ。うん、とっても。とってもね。うんうんうん、で、あれだけ外嫌だって言ったのに、二人が結局、キュッてなったのは、うん、外だったりする。外だったりする。そうなんだよって。そうなんだよ。マリちゃんのこと、誘いは断ってるのに。マリちゃんなるほどね。なんかさ、でもいわゆるゲイの恋愛を追ってるわけじゃないの、うん、たまたまメラブって主人公がそういうことを持ち合わせていたってだけ、うんうんうん、これね、うん、いつもガチ話って読者様限定で話すんだけど、もう別にこれね、今日はもうそういうのなしでいくんだけど、はいはい、僕も友達に20歳の頃に、俺ゲイかもしれないって思ってた子がいたの、うんはいはいはい、20歳ぐらいで地方の男子校にいて、で東京出てきて日芸に入って男女いるじゃない、うん、でまだ恋愛したことないし童貞だったし若い でも俺はなんか中高と先生の目を引くことすげえ考えてたんだよねおあその人その俺の友達をね、うん、それってさ、まあ、客観的に見たら勉強頑張ろうっていう気持ちでもあるけど、うん、でも俺もしかしてゲイかもしれないっていう感覚すらあるうん、女の人と付き合ったことないし、うん、っていう瞬間ってさあるんだなと思ってああまあそうですねだからその具体的にどこまでの段階かは分からないにしても、うん、そのなんていうの親愛の情を、うん、がどっちの恋愛的なもの性的なものになるのか、うんうん、それかすごくそれが、いわゆる、普通の友情的なものに行くのかみたいなのが危うくやな時期ってのはありますよね。まさにドンピシャでその年代だったのと。そうそうそう、うんうん、だから、まあ、ゲイに目覚めるってことじゃないのよ、うんうん、なんかスイッチが入っちゃって隠して、うん、あったものが出ちゃったっていう描写がすごく、ね、美しいんですよ、うん、あなるほど、はい、っていう展開がありまして、うんうんその後、までそこがまだ続くの、この映画は、うんうん、全然まだ続くんだけど、うんうん、そこにさ、このダンスっていう腰があることが面白くて、うんまあ、一応自分がグルジア舞踏と違う方に行っちゃったのよ、ある種、うん、男らしさを捨てたというか、はいはいはい、ってなったメラブ君は、うん、ダンスがダメになっちゃった。ああ、なるほど。はあ、うん。ダンスがダメになっちゃって、ね、でもいろいろあって、彼との関係もうまくいかないし、はいはいでそれはいろんな状況があって、結構くっつきもなかなかできなかった、うん、でも彼はすごくそのイラクリを思うんだけど、うん、すごい恋しちゃってる恋しちゃってる、はい、会いたい来ない会いたいなんで返事返してくれないのみたいなその時ダンス全然ダメなの、うん、そんなの遠くで見るマリ、うん、マリはうすうす気づいてる、はい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 、2人の感じなんか、ええ、男子の仲の良さじゃなくないんだよ、うん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 、そんなのいろいろあって失恋みたいになるんだけど、うん最後にちょっと救いをの、うん、手を伸ばすのはマリだったんです、うん、でメラブもマリに癒しを求めたりするんですよ、うん、ちょっとね、うん、でそんなのでいろいろあっていろいろあってメラブがその、まあ、挫折を超え、まあ、青春映画ですよね、うんうんうん、で声して挫折して挫折を超えた後のメラブには、うん、試験が待ってるんですよダンスの、うんうんうん、そこがクライマックスになりまして、うん、そこでどんなダンスを見せるのか、ええ、これ映画館であらいやー、すごかった、圧巻だった。これがさ、ジョージアでしかできないジョージア舞踏っていうものを題材にして、その題材じゃなきゃ出ないダンスが出るんですよ、最後。ここ、すっげえ面白かったね。なるほど。メラブがいろいろ自分のことも悟って挫折もして、うん、乗り越えて、うん、試験に行った時にやるダンスって、うん、ああ、なるほどね、みたいな。でもそれはあの演出もすごいですね、力がね。すごいと思います。だって言ってもね、僕あの日本の、ね、人はほとんどみんな知らないでしょ。うん、そのジョージアの舞踏のね、うん。私も初めて知りましたね。ほんまにこうなの？ほんまに？足もダン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 。なんかもう力強いね。しかも男の人がこうバレエシューズみたいなの履いてるんですけども、あ、そうそう、ちょっとね、バレエ、まあ、ベースは、まあ、コンテンポラリーっぽいのかな、舞踏クラシックっていうのが一緒なのかなっていうので、あのトーシューズって女の人がクラシックバレエでつま先で立つあるじゃないですか、あれをでもバレエシューズって柔らかいものを履いたまんま、男の人がつま先で立ってるカットがあって、カメラさんバレエやってたもんね。だからびっくりして、え、あれはトーシューズではないと思って。
って、もう足の甲こんなのですよ、ぐにゃっと。だからここに柔らかいのなくて、指直で。直で。ここまで絶対無理だね。折れちゃう、折れちゃう。あの無理っす、俺は。多分足も湾曲してるんですよ、綺麗に。俺もほら大学の時はあの洋風の授業あったから。あ、ありました。日芸の演技コースでね。そうそうそう、あった。洋風やったの。洋風あれは1年間やってましたよ。ああ、どうだよ、みたいな。ポジションやんながらやったの。ポジションやってましたよ。そういう、なんか今まで見たことないダンスの表現とか見ることもできたし、そう、音楽も新鮮でしたし、そう、ダンスの落とし前の付け方がすげえいいな。いいね、これはネタバレやめとこう。ここはクライマックスだから、だから伝統に縛られた一応ね、うん、国技みたいなグルジア舞踏に、最後、挑んでいく主人公は、うん、さあどんなことをするんでしょうか。だからこれ見ると、彼はまた違う、だからこの後別に普通にね、マリちゃんと付き合う、そのそこを描かれてるんだけど、マリちゃんと付き合いそうな気もするし、だからそうなんか分かんないのよ、その先が。ただ演出もすごかったんですけど、脚本がすごいなって思ったのは、うん、さっきその伝統のその舞踏、うん、そのダンスがまず腰にあってたじゃないですか、うん、そのまず伝統ってクラシックなものがある、うん、ダンスがある、でそこで、はみ出していく、うん、メラブで、そのはみ出しもセクシャルなものも、あの一般的なものからちょっと外れていく、うん、であの、うんうん、外れていく中で、ね、ダンスもちょっと自分の中で外れていく、うん、でその中でいろいろこう外れていくからこそ悩みがあるんですけども、うん、最終的にあのマリちゃんも手を伸ばしてくれるけど、お兄ちゃんからも、うん、お前はこの国を出ろと、出たところに多分その居場所がある的なことをかけてくれるんですよ。兄貴いいんだよ。兄貴はなんか出来のいい弟を持つちょっと出来の悪い兄ちゃん。出来の悪い兄ちゃん。腕っぷし強い。はいはい。一応あのシングストリート的なね。あ、そう。でももっと武闘派なの、ね。一応さ、あの家柄的にその国立学校に入ったんだよ、多分。やる気ね、やる気ねっつうか、やるなんかあの、まあ、真面目じゃないな。ただそんな兄貴がね、みたいなね。その言葉かけてくれたことによって、あ、そこが最後スイッチだもんね。で、あの次のスイッチっていうか、彼が本当に全てを乗り越えて自分になる瞬間みたいな。だからやっぱりちょっと離れ外れた、うん、なんかいろんな現代にいろんな人種じゃないですか。でそこでやっぱ悩む子もいると思うんですけども、そこででも離れたところででも違う道があるっていうのをなんか示してくれてる気がして、すごいある意味現代的だなって。まあまあまあ本当、まあ、クラシックをベースにしながらもすごいそこから現代っ子向けに落とし前つけていくんだなって。現代っ子向けすごい思ったのなんで日本だ。でも日本でも別に似たようなだから違うけど、マイコアレディ。ああ、マイコアレディ違うか。うん、やっぱ伝統と、飛び込んだ若者と、ええ、まれもっとコメディか。でもそうだ、グルジアじゃない、ジョージアじゃないできない題材っていうのもすごいし、うん、またなんかそのね、全然知らない国のね、さっき言った食べ物ってよく飯食うのよ。ちょっとなんかちょっとなんか飯食うのよ。はいはいはい。なんかうちであんま俺らの知らねえあの野菜切ったりしてなんかパパパって並べて食ったりするのもいいのよ。あと建物とか人とか衣装、あ結婚式のシーンがあって、お兄ちゃん結婚するんだけど、まあ、いろいろあって、まあ、ヤンキーのお兄ちゃんってすぐ結婚するじゃん。あ、まあまあそう、ね、なぜなら子供ができちゃう。先にだけど、その結婚式もさ、多分そのキリスト教の国だけどまた宗派がさ、ロシア正教とかそっち寄りだからさ、またなんか違うのよ、衣装とか装飾品みたいなものも違くって、そういう楽しみもね、あったりして、よかったですよ。なるほどね。そういう劇団にいてさ、似たようなこととかないの？その集団で同じさ、芸術を高めてさ、毎日稽古してさ。いや、いっぱい聞きますけど。なんか、役取られたとか、お前もういいとかさ、いや、本当はもうこの劇団やめてんだよなとかってやる気がねえけど、才能ですとかさ。よく聞く。あ、うちは、そういう感じじゃない。リサカメラはある。似たなんかあーと思ったシーンある。あのそれこそあのイラクイが来てちょっとまあ代わりにやってみろって代わりにしぶしぶじゃやらせたらそのまま役取られちゃったみたいなとか、代わりにやられるっていう、いやもう分かるんですけど、ミストのショットで開き直った経験もあるんですけど、もう受け入れるしかないみたいな。でも腐らずにやるように努めたみたいなのありましたけ ど、ね、あの嫌なその感じも、ダンス的なその内輪な感じも最初に出しつつ、からいろんなところにこう散らばっていくっていうので楽しめました。
なかなかさ、もう大人になるにつれてマジで戦うことが減るじゃない、うん、音楽ってさ、戦わないで、ある種戦うんだけど、戦わないで済むから優劣を決める先生がいないからさ、うん、あでも、うん、そうですね、だらだら、まあ、だらだらやってればいいから、でもその、ね、あのザ、まあ、あの演出家がいて、うん、その人がイエスのを出す、まあ、映画の監督がいてとかっていう時って、うん、俳優ってね、オーディションも受けるでしょうしね、お二人ともね、一応、まあ、優劣じゃないけどね、判断されるって身にずっといるんだもんね、うん、あ全然こいつ違う、もう全然多分高くないやでも前この話してちょっと面白かったのはオーディションって別に合格不合格って感覚じゃないみたいな話してたよね。あそうそう、まあ、あれ別に関係ないから、ハマるかハマるかハマらないからあれだから、そう、それは思います、やっと思えるようになったっていう感覚ですかね、そう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 、ね、スタローンだって120回ぐらい落ちてんだからみたいなオーディション、心強いいの、はい、まあ、そんな映画でございまして、はい、よかったら皆さん見て、だんだんね上映感が少なくなってるんですけれども、はい、ぜひチェックしていただきたい映画でございます、ダンサーそして私たちは踊った、うん、はい、新宿シネマート新宿とかあと有楽町、有楽町の、ヒュートラン、ああなるほど、都内はそんな感じです、ね、はい、はい、楽しみでございます、じゃあですね、お便りよっ、男性映画ディグみたいなことをね、あの募集してるんですよ、うん、でもここでやっちゃいましょうかね、うん、この映画に合わせて男性映画ディグ、うん、お便りもらってますけれども、うん、スケバシ太郎さんからよ、ありがとうございます、ダンサー映画ディグはあクライマックスを上げたいのですが、あキャスパーゴーやばい、冒頭ね、でとんでもない、まあそこだけもう一回見たもんね、冒頭やべえ、あの中にもこういうやついなかった、いやそう、うちだから、うちだから絶対それはあのコンテンポラリーにも受け継がれている動きなの、うん、そうこういうのいたよね、いました、いました、黒人の背のでけえダンサーだよ多分ねですが未完勝なので、飛ばしますと、バックオン映画祭で見たミュージカル映画ロシュフォールの恋人たち、登場人物がパステルカラーの洋服で踊る作品でダンスをする時のキラッキラしたところが良かったです、余韻がいいなラブストーリーでもありますと、ロシュフォールの恋人たち、ちょっと知りませんがチェックしてください、PS 貧乏家の人々で有名になった荻野目ちゃんのやつダンシングヒーローはあのおじさんが振り付け作っていたのかなと思うと興味深いです、えあのおじさんもしかしてラッキー池田さん、誰ですか、ダンシングヒーローの振り付け誰ですか、テン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 でしょ、何の話なの、ダンシングヒーローダンシングヒーローは荻野目洋子の歌ですよ、うん、の振り付けの人、振り付けのおじさんっていうのは誰なんだろうと思って、うん、デイビーなんかデイビー番組の話、違う、ダンシングヒーローって知らない、ミルクビデオ、誰なんだろう、シンデレラボーイ、Do you wanna hold me tight、 今夜だけでも、知ってるもちろん全然、すいません、あの三浦徹さんという有名な振り付けの方なんです、これ東京だとね、盆踊り、盆踊りめちゃめちゃかかるの、え、盆踊りでかかるの、男性色に合わせた変な、ね、あのちょっとポップなポップなこういうのも入った、あるのよ、歌謡曲ね、結構かけんのよ、ウケるから、乗りやすくて、そうそう、波乗りジョニーとか、うん、サザンとか、 俺昔ね、2年ぐらい前かな、上野公園に遊びに行ったら、うん、なんかたまたまね、誰でも参加していい、あ、盆踊りの、ね、っていうか盆踊りって元々誰でも参加していいからね、取り込み OK、 サイファーだからね盆踊りじゃなかったんですよ、盆サイファー、盆踊りの練習あで、振り付けを教えてくれる会みたいな、あ、なるほどね、で、あの普通に散歩してる人もよかったら全然いいですよみたいな、だから東京音頭とかやるんじゃない、あ、そうそう、東京だから、なんか流れた時に、うん、この曲はなんとかっていう曲で、うん、みたいな、なんか同時で解説が入りながら、うん、で、あの、やっと手をあのこうしてて、で、踊れる人があのいるから、うん、その人を見ながらみたいな、うん、俺3曲分ぐらいあれしたの、でも俺は盆踊りなんか酔っ払って近くでやったの、うん、もう参加したことあるけど、何年か前に、うん、あれって4小節終わんないの、4あの偶数じゃないっていうか、うん、普通さ 1-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-1-2-3 ってなるじゃん、うん、なんかね、あの4の倍数ではまんないところで終わるの、なんか盆踊りだから、
あれなんか途中裏じゃねみたいな。になったりする。なんだろう、日本、多分日本、だから、そもそもわざとそうしてるような気もするの。どんどん曲とダンスの頭がずれてくから、それはそれでトランスなのね。なるほど、なるほど。ぜひね、この踊り、あ、小牧君みたいに参加すると面白いですね。さあ、お便り、ダンサー映画。あ、この映画のお便り来てました。ロンペさんでございます。ありがとうございます。してまーと新宿で見ました。ジョージアの舞踏団でダンスを学ぶメラブ、そこに、大隊要員として現れたイラクに、二人の関係性、気持ちが変化していくドラマを描く。ジョージアがどの程度保守的なのか、とか、主人公の家庭環境や生活のサイクルを見せていく導入が良かった。うん、序盤ね、どんな国、保守的なんだよ、やっぱね。伝統でね。あとジョージア映画は年に何本か日本でも見ることができるくらいレベルが高いと思います。そうですね。本作は監督はジョージアゲスウェディンね、うん、内側からは描けないジョージアを描いていると感じました。あ、なるほど、なるほどね。良かった場面はメラブがイラクリの部屋に行くところ、これでもかというくらい切り返しを繰り返す、手前の人物が常に画面の端にちょっと見えてる感じにするのが良かった。そう、遊び疲れてまだ自分らの気持ちが分かんない時に二人きりになるのよ、相手の部屋で、もう入るわ、なんかあるじゃん、朝方さ、とりあえず部屋行って、ああ疲れた、なんかこう部屋を見て、サッカーのポスター見て、サッカー好きだからみたいな濃いじゃんかそれってありますね、ありますね。その時そのすげえ切り返す、お互いのなんかここまで来ちゃってる心境がもう分かるみたいな切り返しをしてね、はい、よかったですと。ポスタービジュアルにもなっている衣装も良かった。あと料理がとても美味しそうでした。あ、やっぱ料理。メラブが働くレストランの餃子みたいなやつ。そうです。もう、あとストリートで食べていた長いナンみたいなパン、うん。少し前に牛丼チェーンの松屋がジョージア料理のシュクメルリ鍋。ああ、話題になってましたね。シュクメルリ鍋。なんかホワイトシチューに鶏肉入ってるみたいな、シュクメルリって鍋が。シュクメルリ。で松屋が、まあ、ちょっと本家と違うらしいんだけど、それがなんか一時出したら評判だったらしくて、あの牛丼チェーンの松屋が、ちょっと冬になんかちょっと定番化して出してたね。あ、そうなんですね。そう、ね、宮崎に松屋ないんですよ。ほえー、あ、そうなの。宮崎県には松屋が進出してないんですよ。他の牛丼屋はでも、はい、あの、地元の子に聞いたら吉野家とすき家はあるありますけど松屋はないです。へ、福岡行った時に食べました。ありがたがってね。そんなロッペイさんから男性が読むリクも来てます、はい、2月21日の配信が始まったばかりのネットフリックス作品、はい、バレエ未来への扉。おこちらはインド産バレエ映画。出た。それぞれ性格の異なる貧しい境遇の少年2人がアメリカからやってきたバレエ教師と成長していく、宗教観の問題や家族の問題はインド映画でおなじみだけど、最後の壁となる要素が意外だったり、なんだろう最後の壁、性別なんだろうね、なんですかね、ストーリー感もあってよかったです。バレエ未来の扉、バレエ経験者、見たい、見たい、インド産バレエって、学生の頃ね、あの洋服の授業があったからね。見たいですね。こんな感じでございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次回のモテムービーを決めましょう。決めましょう。一応お便りでね、ロンペさんから、2つ、PMC ザバンカー、ね、PMC ザバンカー、これあれかな、 PMC ザバンカー全然知らないと、無敵のドラゴン、スケジュールも今一緒に喋っちゃってさ、いつぐらいに撮れるかな、PMC バカの韓国と北朝鮮の軍事境界線の来週平日、あ、テロライブの監督だ、あ、テロライブ、キム・ビョンウ、おー、いいね、PMC ザバンカ、ちょっと来週早めにやろうかな、うん、新しめのやつで、新しめのやつ、まあ、今週末公開か、まだ見てない僕らが、はい、今週末公開か来週末公開、どちらかにしてください、はい、なのでロンペさんのお便りで言うと、まあ、一応どっちも大丈夫だけど、無敵のドラゴンが新しそうです。3月、
13公開なんで公開したって、まあ、今やってます。過去の週末無敵のドラゴン、無敵のドラゴン何でしょうかね、何ですかね。あ、え、お、マックスチャン主演による。あ、マックスチャン出た、あの映画のね、あのイップマンのドクター、マスター Z でも、マスター Z でも同じのマックス、相手役ね、そうです、マックスちゃんですよ。アクションも良かったもんね、はい、サスペンスアクション、なんだろう、うん、いいじゃないですか。99分一個入れときましょう、無敵のドラゴン。はい、邦画で初恋か、あー、まあ、初恋もまだいいかもね。いいや、先週はね、そうよ、初恋いいじゃない。あとあのウザビエドランの、ジョン・F・ドノーバンとの、ジョン・F・ドノーバンの死と生。俺生まれ変わったら本当顔だけはウザビエドランになりたい。あれでしょ、ジョン・スノーがまたジョン役やってるやつでしょ。あ、そうだ、ごめん、これウザビエドランじゃないんだ、そうスノー、そう、あのね、うん、僕らで言うと、そうです、ゲームスノーズの、ゲームスノーのジョン・スノーが、はい、きっと、はい、またジョンの役をやってるっていうね。小牧田くん何にする？あ、俺もやっぱ初恋が見たいよなぁなんていう、うんうんうん、じゃあ小牧に初恋にしようかな、これ来週公開くらいの1本入れてみようかな、はい、来週の土日とか暇？連休？あ、土日は空いてます。何曜ですか？20、21、22かな。そう、ああ、次の週か。そう、20、21、22、ね、私はまだちょっとスケジュールが出て、スケジューリングの方が出てございません。22、22、私何でしょう、カメリさん何にするんだっけ。タコマケさん初恋だったらウサビエドランで、はい、上辺のドラマ。俺ね、ちょっと来週公開のにペータしてみようかな。来週ハーイクイーン、来週末でもいいよ。来週ハーイクイーン、何が始まるか、弥生三月、あ、プリキュア。あ、そうだ、新しいプリキュアね、公開ね、延期にならないといいけどね。いや、ほんとに、うん、チドシン、あ、ハーレクイーンか、あ、ハーレクイーンね、ハーレクイーンの華麗なる覚醒、一応話題作なんで入れておきます。いや、いいじゃないですか、僕は、はい、3月20日公開、ハーレクイーン、横剣がバチバチに可愛い、ね、かわいい。カメリさんのタイトルなんだっけ、ジョン・ドノバン、の死と生、はい、さあさあさあ、すみません、サイコロの方を振っていきます。僕たちは広報映画をからサイコロの出た目で決めさせていただきます。頑張ります。初恋どうぞ。私の初恋はデデデンデン4、俺の方から見ると5に見えるんだよ、4か4です、はい、私、読者枠無敵のドラゴン3、カメリさん、ジョン・F・ドノバン4と、ちょっと2、お、4、3、2と落ちてきてるよ。ハーレクイーン、ハーレクイーンが5。じゃあ次回のお題はハーレイクイーン華麗なる覚醒、バーズ・オブ・プレイ、はい、はい、で、この絵に合わせてこんな映画があるよって、このディグをね、まあ、この YouTube 一緒にやっちゃいますけども、うんうんうん、スーセットスクワットのね、マゴト・ロビー演じるハーレクイーンが主演のアクション、はい、何ですか、何映画、天真爛漫映画、あ、ツインテール映画、あ、ツインテール映画むずい。女の美男、美男じゃないのか、美男ではないですよね、やっぱ主人公ですからね。あれじゃない、バット、バットバッドウーマン、あ、バッド、バッドね、悪い女映画ディグ、いや、いいじゃない、あ、めっちゃいい映画いっぱいあるよ、本当に悪いのもいるし、実はいいのもあるし、悪い女映画いいじゃないですか、ね、いいじゃないですか。では多分3月の20日公開なんで、その週末か週明けぐらいに撮って3月末ぐらいにアップすると思いますので、はい、じゃあ次回のお題はハーレイクイーンの華麗なる覚醒、はい、あ、いやはい、というわけでですね、すいません、撮影途中で切れてて本当に電池が切れてて、ドキドキして、どこまで撮れてたんだっていうね、したら意外と、はい、みんなのディグを決めるところまで撮れてましたので、ね、悪い女映画ディグ、はい、までね、
お題はハーレークイーンになって、はい、もうタバコ吸ってもだからドキドキ待ってましたけど、よかったよかった、カメタリーさんも帰りましたから、はい、オリオンのディグこちらでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。というわけで僕らのモテるための言わせてみるのが、はい、毎週水曜日マグマグ、そして、木曜日ニコニコチャンネルで配送しております。しております。登録初月は無料なのでお気軽に登録してメルマガもチェックしてください。はい、本来何の話してたっけこの締めで、え、なんか してましたっけ話、もう忘れたな、ドキドキしちゃって、何でしたっけ、なんかまあでもね、いいじゃないですか、ダンス、あ、ダンサーで言い忘れたことが一つあった。あ、そうだそうだ、その話してましたね。ジブリ映画チャンスが一個ある、はい、話をして、はい、はい、もう言ったけどね、大きいハスモファみたいなのでこうやって、傘代わりにして、バスを待つみたいな、違います、あ、じゃないんですね、もう驚いてくんないもんね、一回やってるから。そうです、ダンサーには一つね、ジブリ以外のオマージュがあって、もうこれネタバレで言っちゃいますけど、主人公がもう汚い部屋の壁にいろんなポスターが貼ってあって、うんうん、ダンスもう嫌だっていう時にこう剥がすんですよ、こう、うんうんうん、ポスターを。で最後になぜか、千と千尋の神隠しの、顔なしと線がこう、なんか電車、あのね、あのバスの、あの電車が、ね、電車の中でね、こうやってね、こうやって乗ってるポスターが1個あって、それ、最後剥がさないっていうダンス関係ないですからね。あれ何だったのかなと思って、ちょっと調べたら、一応なんか、ナウシカの衣装とかで、風の谷のナウシカの衣装はジョージアの昔のなんかその伝統民族衣装みたいなのにちょっとインスピレーション受けてるとか受けてないとかみたいなニュースがあったから、うんうん、監督は好きなんだろうね多分ね。まあで向こうでね、ひょっとしたらね、宮崎作品とかね、うん、日本のアニメとか ねしてるかもね、あのいなくなった亀井さん言ってたけど、うん、ロシアとかコスプレ盛んだしみたいな、うんうんうん、でなんかそのダンスの練習場の入り口にも下手くそなドラゴンボールみたいな落書きもあったり、なんかね、まあ、全然関係ないんですけどね、映画とはね関係あんのかな、千と千尋とむしゃむしゃ飯を食うに違うかな、なんだろうな泣きながらおにぎり食べるみたいなシーンなかったんですか、泣きながらももを食べるみたいなシーンなかったんですか。あ、まあ、そんな感じですいません、はい、あの途中で切れちゃって、よかった、50分、いやこれが20分とかあったら どうすんの俺と思うんですよ、俺はまた、初めて聞く体でね、あなるほどそんな色ですかみたいな慣れないことをすいませんしてますけれども、改めてね、このラジオは不定期で、次はなんで3月末ぐらいにハーレークイーンの、はい、ラジオをまた録画して、公開しますので、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、よかった。